テロップを打ちます。テロップを、おはようございます。すいません、ちょっと遅れてしまいました。すいません。いざきこんにちは、よっちゃんおはよう、しんじこんにちは、しょうがねおはよう、なつきちゃんおはよう、けんじおはよう、ゆうゆうこんにちは、ちばさんおはよう、あんにゃん、かっちゃんおはよう、のりぐらたんこんにちは。お、ストレート、ストレートなのかって、まだ何もしてないけど、エクステってね、ね、まっすぐならないんですよ。なんか巻いた分が出てきてしまいました。チンチラおはよう、ヤンおはよう、ユキナおはよう、グスタおはよう、トラジラおはよう、ロックンおはよう、ケイサクおはよう、シンジおはよう、アイティおはよう、タコワさんおはよう、トワダッチおはよう、ルイルイおはよう、サイこんにちは、リョウおはよう、ジンおはよう、ケンケンおじじおはよう、ニッケンスおはよう、今日ごめんありがとう、寝落ちしてしまいました、ごめんなさい本当に。昨日の夜も寝落ちして、さっきもまた寝てしまいました。なんでこんなに寝てしまうんだろう、なんでだろう。やいちゃんおはよう、エスパ流れ星ありがとうございます。ハチッチおはよう、ヒデヤおはよう、あ、ロブリー、 Thank you、 サムおはよう、ニッテおはよう、タカコおはよう、モリカおはよう、普段流れ星ありがとうございます。今日は髪まとまりないみたい。え、そうなの。え、だからあれあれあれ、さっきお風呂入ったからかも。ドライヤー後がやったから、やからかも。あと暑い、めっちゃエアコンつけちゃった。寝る子は育て、いやほんまにな、遺伝やと思うねん、みおかちゃんに関しては。ママも同じぐらいやねん、ちょっとママの方が5ミリぐらい高いかな、これママと同じぐらい身長多分。花やん、だからピタリ、ありがとう。アンバルおはよう。ペコゲージありがとう。エスパ流れ星ありがとうございます。ひろしおはよう。寝不足より、いやほんまに。めっちゃね、最近ね、あの、ちょっとでも寝やんとね、やばいんよ。なんか30分とか空き時間あったら寝てまうんよ。ダメです。ね、眠眠気。アルパチーノおはよう、リッキーおはよう、100キラお届けです。ありがとう。僕だけがおはよう、たーちゃんおはよう。かわいい、ありがとう。身長で5ミリは5、いやほんまに。ママの方が5ミリだけ。高いね。こんぐらい。寝るワンちゃんの、ワンちゃんはね、育たないですよ。ワンちゃんはご飯食べたら育つ、太っちょになっていく、ワンちゃん。みっくんおはよう、最近全然寝れてへん。そうやんな、ねえよ、よくなんか意味わからん寝方しとる。なんか例えばだいたい9時ぐらいに目覚めんのよ、絶対アラームかけても。だからそっからこうぼーっとして、で、大体11時くらいからさ、配信したいじゃん、みおくんって。わぁ、そんなんかご飯食べた間の10分とかに寝ちゃうね。わぁ、眠たいなぁとか、10分だけとか言ったら、起きられへんねん。10分だけ寝る世界線何みたい。月おはよう。なこたんおはよう。たっきおはよう。よく食べて。よく寝る、元気の、そう、よく食べ、よく寝る、元気の秘訣です。でもなんか朝ごはんをさ、こう急激にこう食べるじゃん、
なんか多分それが僕良くないんやと思うな。血糖値がめっちゃ爆上がりみたいなもの食べるんですよ。だからやと思うねんな。血糖値お化けやと思うね。コジおはよう、コクちゃんおはよう、石川先輩おはよう。二度寝気持ち、そう二度寝気持ちいいよ、ね、あららおはよう、マークおはよう、ヤーミおはよう。髪長いのもそれめっちゃいいね、ありがとう。ダメこんにちは、マリモ坊やこんにちは。あと10分の睡眠が眠、あそう今日もそれマジごめんなさい、10分を寝ようとしちゃうんです。もう絶対に寝れるとか言って、血糖値血糖値お化け。なんか朝ごはんってさ、どんなん食べたら眠くならへんねやろうな。僕ほんまにお米とかパッて食べちゃうんよ、うち麦ご飯みたいな感じで。多分それがあんまりよろしくないんやろ。なんか食べたら眠くなるじゃん朝って。でも朝ごはん食べないとさ元気じゃないからさ食べちゃう。なんか夫婦のループしてる。明日から朝ごはん禁止すら出そうかな自分に。オラのハートありがとう。次いっちゃんおはよう、ヒロ様こんにちは。スケジュール出してくれたかその前に買い物、あえらい、ありがとう。そう今日はね、あのこのあとみくちゃん12時半からかな担当なので30分ぐらいかな。ぜひ遊びに来てください。ビジファースト、野菜か、やっぱそうやんな。野菜なんか朝ごはんで野菜なんか食べたことないかも。ときよーフォローありがとうございます。大阪を拠点に透明班で活動しています、お茶メンタルパーティーのパープル担当遠山美代香です。よろしくお願いします。美代香って呼んでください。朝からちゃんと食べれる、えらい、ほんまにダメだよ、寝ちゃうからあと10分でよっとおはよう。朝ごはん食べた方がいいで、ガンガンご飯食べてガンガンで、おいやばいやろ、ダメほんまに。朝から寝やんようにしたいねんほんまに、よく思ってんねん。でもな寝てまうねん寝てまうねん。よくん食べ物好き嫌い、あんまりないですね。なんか別にないんやけど、まあ、強いて言うならレーズンパンが許せないぐらい。最近衛生がすごいね、まあそのおかげ、そうなんですよね、ちょっと増えまして、名古屋も増えてるし東京もね結構行ってて、そうなんですよ。そうみんなね6月8日とね22ね14ライブなんですよ。力貸してくれますかよかおちゃま。あのねマーキーはねミニティフぐらい頑張りたいのですよ。来てくれますか。プンプン。トラネコママこんにちは。お米食べるよりも前半おかず食べてから後半米に。あ、なるほどね。おかず食べてから朝ごはんを食べちゃってますよ。イサンみたいな感じ。ストロベリールンこんにちは。トレンドおはよう、2時間おはよう、かわいいね、ありがとう。寝てまうねんがシャフで、え、僕ほんまにシャフやねん、ほんまにほんまにシャフな自信あるねんな。ダメだよなレーズン食べれん、わかる。え、なんかレーズン食べれんわけじゃないんやけど、なんかね、え、ない方が美味しくねって思っちゃうねんな、パンに対して。オーセツーまた楽しみー。ほんまにあの衣装ね交換させてもらうんですけど、あの気づいてねよこちゃんどれやるってなると思うけど。はるこんにちは、トラオおはよう、だいちゃんおはよう。よくライブの時どんな顔が、え、いろんなのしてる、ほんまにそのライブの時々に言ってマジで変わるんやけど、
昨日やったらストレートおろししたりとか、その前やったらポニーテールしたりとか、なんかほんまになんか固定してないかも。初訪問さん、たくさんありがとうございます。大阪を拠点に透明班で活動してます、お茶メンタルパーティーのオーパープル担当、遠山美岡です。よろしくお願いします。よかったらね、毎日配信してるので、ルームポチポチしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。うちすけくま、こんにちは。どっちもいける、嬉しすぎる、ありがとうございます。あれやんな、マーキーさん今メモっていきたいよな、またね、ミニチュアみたい。え、でもメモ帳がどこやったか分からへんくなった。あれ、さっきまであったやん。あ、あったー。でもメモ紙がないな、紙じゃないわ、ペンや、ペンがないわ、悔しい。身長的に一撃とここ、え、嬉しい。でもいつもなんか話しかけてくれるか、めっちゃ嬉しい。やみおくんの衣装着てくれるかなでもさ、 OSU さんって人数バカ多いじゃないですか、おちゃぽと比べて。え、あ、え、あ、えみおくんの数人が着ないとやばいんじゃないですか。え、え、大丈夫、え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 、待って待って待って、みおくんチビやから大丈夫かなあ、よく、あ、チビだけど大丈夫かな。でもさ、なんかすごい丈短くなっちゃうかもしれない大将おはよう。8日黒、あ、バシフェスですね。おちょぱは、おちょぱはバシフェス出ます。じゃあ今日おはよう。衣装変わってもちっこいからすごい、おい、誰がチビや見つけてください。いろんな髪型みおくんみたい、そう、いろんなのしてます、ライブだと。まあ、ショートやったらあんまり変わんないかもしれないけど。あ、ノブおはよう、誰もありがとう。あ、いやいやいい、大君おはよう、超大変、超大変、すいません、短くなっちゃいましたみたいな人何人かおるかもしれないウエストとかさ、そういうのは入りそうやけどさ、竹の問題よな、きっとな。竹がすごそうな。で、あった、ぜひ8日22行く予定だよって方いましたら教えてやってください、遠山様に。よろしくお願いします。じゃあおはよう。月曜日に一人やって、さらに受験生。あ、そうだよね、見ました、見ました、見ました。あのね、そうやんなと思って、めっちゃいいね。受験はでもな、大変やもんな。それは頑張ってほしい。みおくんが勉強教えたらいいんやけど、教えられへんからな、バカすぎてマーキー踊ってて衣装弾けるメンバーの、あ、でもワンピース型やから今の衣装は多分竹の問題なんよな、いけ、弾けるとか多分ないんやけど、チェック衣装がね、もともとね、あれやねん、ないねん、ボタンこぶっ壊れてて、だから多分大丈夫もともとぶっ壊れてて、ってやばいなそうそうそう、だからね大丈夫。あ、キラキラがな、一番、今そんなことないか、一番細かった時期かもと思ったけど、そんなことないか来月は今月よりたくさんライブね、嬉しい。サンキちゃんおはよう。スニーわかめちゃんちょっと、え、ど、なんかもう基本美容家の衣装は使わへん説あるなと思う。え、今何人なんだろう、12人とかですか。あれ、もっといたかな。
ほにょ。出てこやへん。なんなのミオカの端末で理解してくれへんねんけど。いやー、怒っちゃうぞ。この。ゆきちゃんおはよう。くれなおはよう。バシフェス耐えてます。あー了解。耐えてまだやんな、バシフェスな。いくらさんフォローありがとうございます。大阪を拠点に透明班で活動してます。お茶メンタルパーティーの遠山美岡です。よろしくお願いします。よくん天才だよ。ありがとう。ナイスおはよう。立花こんにちは。バシフェス昼ぐらいやの、夜単独。へー、わからへん。まだ大手が一切出てないから、でも前半の方なんじゃないかなとは思ってますけど、どうなんでしょうか。カレンダー何も書いてないもんね。あ、夜単独やってて書いてるわ、書いてるわ、書いてるわ。皆さんおはよう。よくおはよう。今日も頑張る、頑張る。ありがとう。バスになった？どういうことやろ？バスになった？バスになった？逆に優にでかい人いない。おお、あゆちゃんのってことか。でもあゆちゃんの僕でも切れたから大丈夫やで、ね、あのめっちゃ安全ピン止めて。あの多分いけ。え、でも何かめいちゃんぐらいの方いますよね、きっと。誰が誰っけ、楽しみ。カツオツミヤーのゆき、こんにちは。ノリグータンパンレブル中心クリミー、ありがとうございます。グッサンバラありがとう。衣装全然足りない僕の風。足りてなくはないんやけど、あのミオカの竹えぐいよって。チビだから。分からんけど、ユナちゃんでギリやから消える方はいそうやけどな。どうなんでしょうね。OSA さんの身長感をマジであんまり把握してないからあれなんだけど。みんな同じぐらいなのかな。これ加工でこう下げられてんのかな。分からへんけど。しーちゃんおはよう。たかたかおはよう。ごまらこんにちは。8日いける。え、ほんまに。もう来てくれたらめっちゃ嬉しいです。天竜さんお待ちしてます。今日めちゃくちゃ寝ちゃってね、めちゃくちゃ寝ちゃうよな。人で投げたいさんこんにちは。グッチーこんにちは。81会場うちから近い。え、すごい。埼玉寄りやんな。埼玉寄りってか埼玉やんな、すごい。フットテニスこんにちは。竹垣おはよう。徳ちゃんおはよう。そう、8日のね、22、特に22頑張りたいんですよ。特にってかどっちもめっちゃ頑張りたい案件なんですけど、あのぜひちょっと22ね、来れる方来てくれたらめっちゃ嬉しい。この前15時まで最高や。15時まで寝るの最高や。あおちゃんこんにちは。新しく入ったのぞ、うわ、なんてお水が完全に苦手でて、なんだかの方より高木の方が小さい。あ、そうなんや。一番ちっちゃい。朝の配信よくオフ感ね。バリオフやんな。ほんまにあの起きてすぐ配信しちゃうから、すいません、すいません、すいません。西梅田さんこんにちは。ひろよ、えっちゃんおはよう。りゅうきおはよう。マキ 90% でから、ぜひぜひもう絶対来てほしいです。ミニティーぐらい盛り上げたらね、マッキーさん本妻もね、出会えるかもしれないよって。ちねっここんにちは。前の特典使わせて、あ、もうぜひぜひ使ってください。赤ちゃんの衣装着た、今度挨拶した、挨拶した。この衣装どうですか。シータンこんにちは。ワンチャンサイズの新メンバー3人ぐらい入れちゃいます。今からこの衣装交換のためにね、入ってください。
昨日言ってたブーミューハゲ見れた、どういうこと見れた、ハゲ見やんたって、タコスハートありがとう、ハゲじゃねえし、今出てるスキルさっき全部立ち上がる、あー嬉しい、ありがとうございます。ほんまにおちょぱもね、もう把握できてるかっていうともうやばいんですよ、ありがとうございます。20ずつぐらい頑張りたいな。クロミーこんにちは。モッカ、モッカさんって呼ぶの、当て字ですか、なんでなんかもうか、モッカ、望むと叶えるしか分からへん読み方、すごい、そうなんですね、モッカさん、赤色の方かな、のスラッとしてた髪セットまだしてる、あーここね、ほらほらハゲてんの、これねもう無理なの、そうこれ全体にやろうと思ってもこれしかないの、やばくない、で僕くせ毛やからこれぐらいやったら癖バリ出るから、からいつもみたいな前髪になっちゃうね、そうそうそう、ヘラヘラこんにちは、ミオカちゃんのために毎週わかりやすくまとめて、待って待って、みんながまとめてくれる、みよかがやりますよ、みよかあれあのいつもさ今週のおちょぱみたいなやってるじゃん、あれで自分が把握してるみたいなとこはあるほんまにね、すごい衛星なかなかできないけど27、28は行こうと思う、あー嬉しい、あのあれですよね、あのワンマン、ありがとうございます、嬉しい、リクこんにちは、マーキー、あそう22ミニマーキー祭なんですよ、そう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 、超頑張りたくてお待ちしてます、赤一期センター、あーそうなんです、なんかめっちゃダンス好きで話しかけた記憶あるんですよね、あの JG ライフで新メンバーさんですよねゆうさんです、ダンスやられてましたってふうにあの話しかけたんですけど、いやいやいやって言ってて、じゃあダンス好きですって伝えれたモカさん頑張って覚えたまのちこんにちは、前もってわかる重要な、これからもいけるように、ありがとうありがとうございます、たーちゃんおはよう、ひびきこんにちは、対抗して来週のおちょっぱで先は優しいそれコピペし出すかもしれない、ミオカイルカマルおはよう、ミオカ話しかけ、え話しかけれないんですけど、あの OSU さんとね JCF の時にこう全員でこう写真撮ってもらったんですよ、のこう移動する時にミオカはあのほんまにあの誰にも話しかけないからもう一人でこうみんなの写ついてたんですけど、その前にかな、前にモカさんがいらっしゃって、はじめましてって話しかけたけど、ダメ、陰キャ、もう最近おちょぱにも話しかけられへん髪どう、髪どういたよ今だけ昨日会えてよかった、ほんまにありがとう、来てくれて、初見です、みほさんかな、はじめまして、お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃん、遠山美岡です、よろしくお願いします、今日も光の当たり方最高、ほんまありがとう、おだっちさんフォローありがとうございます、お茶メンタルパーティーのパープル担当遠山美岡です、美岡って呼んでください、よろしくお願いします、ラッチャーラグラグ最前手見させてもらってご機嫌よかったご機嫌さんで、ヘラおはよう、おちょっぱ、最近おちょっぱにも話しかけられそう、もうね何を話していいか分かんなくなって、あの人と分からへんか、でも最近もメンバーともあんまりなんかそんなあんまっていつも通りふらっと話すけど、なんか歩いてる時とか何話していいか分からすぎて何も話してへん最近だいぶアイドルに話しかけられるようになったのかなと思う、昔よりはなんかこうあのあ
こんにちはみたいな話しかけたりとかするけど、でもあんまりかも。なかなか話さない。ツインテールするよって、ツインテールは定期、今週の定期でしようかなと思ってました。定期自分も人見知りだけど、みよかちゃんと最初話しやすく、あ、ほんまに、あ、嬉しい。ありがとうございます。キラキラ100個お届けありがとう。ピンスパの候補生の子がみよかと話したいって、ふーちゃん、ななさん誰誰ねねちゃんや、ななさん誰ねねちゃんね、ありがとうございます。嬉しい。僕もあのずっとこんな感じ、あねねさんですか。なかなかねお話ししたことないかも。確かに嬉しい、声が出ない。ありがとう、いっぱい出してくれたよ。陰キャ見ようか、悪化し、そう、めっちゃ最近陰キャ。りゅう、こんにちは。アイドルさんと、あ、そう、アイドルさんのお友達はもう結構前から仲良し、前からの前のあの時からの人やから、こうなんか話せるんやけど、前から仲良しさんしてくれたから、でもなんかこうアイドルさんからこうパッパッパって仲良しのか、難しい、やっぱり難しいんですよ。てっちおはよう、ねねちのねねちさんで、ねねさん、ねねさんも漢字むずくない？ねねさん、ねねさんかわいいよな。めっちゃ撮影会の写真とか流れてきてかわいいと思って。よかパイセン、いやいやパイセン、後輩にさせてほしい。まだやってるよん、やったよ、よおはよう。6月1かぶるから話せ、どうする、ほんまは求めてなかったねみたいな顔されて、どうしよう、もう誰ですかみたいな、あと、いやー緊張する。何、なんかねねっちさんは何が好きなんですか、何が好きなんやろ。まやおはよう、よかっちかわいいな、ありがとう。ひろよくん、次いつ会えるんですか。ヨカちゃんのカレンダーとにらめっこしてきて、アイティ初見です、アキラさん、はじめまして。大阪を拠点に透明班で活動してます、お茶メンタルパーティーのパープル担当、遠山美香です、よろしくお願いします。このマークはのぞみ、え、違うかな、わあ、合ってるわ、わちゃっぽさんだ。いつもうちのメンバーの青色の子がお世話になっておりますね。知ってくれてる方、青の子、よろしくお願いします。おちょっぱです、嬉しい、来てくれて、おはようございます。あまたこんにちは、遅れちゃいました、いいよいいよ、ありがとう、来てくれて。よくエビオくん超人見知りなんですよ。そう、実はね、ザ人見知り。あきらさんフォローまでありがとうございます。にっちゃんハートありがとう。定期行こうかしら、お待ちしてます。ねねち、みんなと話したいけど話しかけられへんくて作戦練ってた、あ、かわいい。あ、そうなんや、お茶っぱとね、じゃあお茶っぱで囲んだらいい、怖い怖い、お茶っぱみんなでねねちゃんって来てこう囲まれたらめっちゃかわいそうやった。死んでまうみたいになっちゃう。あ、なんか適当なんですけど、あ、そうなん、そうなんや。マスヤンおはよう。あ、そうです。のぞみんさん。嬉しい。ありがとうございます。今度ね、かぶりますよね、自社対バン ?35 月31かな。よろしくお願いします。あきらさんいらっしゃるのかな。よろしくお願いします。初見です、水色デイズさん、はじめまして。お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃんパープル担当、遠山美岡です。美岡って呼んでください、よろしくお願いします。みちおはよう、こんにちは。あつしおはよう、今日も可愛いです、ありがとう。人見知り仲間入れてくれんの、ありがとう。まあこんにちは、あきらさん、こじみる、ありがとうございます。
今度人見知り特典か。えいよマジで喋らんよ、よく。あ、いい天気です初めてると人見知りと思え、ほんまに嬉しい限りですわ。ありがとうございます。よっかちゃん初見でお手って言うていいよにらめっこしてるうちに配信終わる早くにらめっこしてきて。あのみやくん、あのみくちゃで1時ぐらいまでしてるから。あきやさんハートありがとう。クリームさんこんにちは。おでざぶろおはよう。千人おはよう。あれも最近話すことなすすぎて無言ね、無言になっちゃう。でも無言も耐えられへんねみおくん無言も耐えられへん。まほろばおはよう。私みお人見知りなんで、人見知りこいいよ、人見知りコンボしよう。あ、私も人じゃ、ほんま嘘かい。何の音、好きな人おはよう。久しぶりに人見知りしてくる。でも龍騎は多分しやんと思う。なんかだ、多分ねそういう時期があんだよみよくん。え、うるさしどこんにちは。無言に耐えられ、そう無言に耐えられへんねみよくん。そうそうそう、無言に全然耐えられへんか。よかっち会える日は来る。あれ31は行くって言ってた無言を埋めるために適当に話してみせるわかる。絶対身を見知りしよう、絶対身を見知りしようなみんな喋ってて無言は耐えれないけど、みんな喋ってて無言は耐えれないから喋ることはない。そうそうそう、難しい、悩んじゃうんです。人見知りさんは今度ミズライブで無言になっていいよ。美穂くんが永遠喋ってると思うやばいやばいやばいっていう、喋りかけすぎてると思う。うん、俺には人見知りじゃん、だまさかなめ、そんなことなめてるから人見知りしないとかじゃないよ。やばい、人見知りしないじゃん全員なめてるみたいになってまうから無理無理さん、おはようございます。チョコラブさんこんにちは。言ってた、はい、その日は無言で言ってました楽しみに待ってたのにたしひろおはよう。わあ12時だ、みんな昼休憩とかですか。ケニーは緊張して初見でないと分かると緊張しなくなる。みよくんそう緊張しちゃうね。なんかケーブル多いな、よくすいません。そう人じゃなくて犬だと、おいおいみんなのこと、もうワンちゃんが群がってるなと思う。ミオカがあるくらいの勢いで喋ることできる、あゆくらい、あそれはちょっと無理かもしれんけど、あゆちゃんすごいじゃん。うわー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 みたいな感じじゃん。おおおーって大丈夫、よく言ったらなん、ゆういちさんかな、こんにちは。ワッテルさんこんにちは。逆に大勢でいる方が端っこで、え、めっちゃわかる。無言になっちゃう子、はい、なんかなっちゃう。みおくんめっちゃわかる。お昼だからお家にご飯、あ、こっち帰ってきたん、お疲れ、えらい、まずまずお家帰ってきて。キャッハーおはよう。無言だったら説教されそうなのでそんなこと、え、待って、あつきちゃんハートありがとう。あいちゃん話す勢いやばくて1分そうだよねうんってなっちゃうよね。なんかあゆちゃんからとてつもない LINE 来たんだけど、何、え、何、はにゃはにゃ、あやちゃん、あやちゃん圧倒される結構。確かに確かに、ほう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 みたいになっちゃう。でもそれがあやちゃんのいいとこやな。陰キャ大人数の方が案外苦手だからさ、ねえわかる。じゃちょっとマガ怖いみたい、怒ってるって言いそう、よく怒ってる。ねえあや
ちゃん何？つゆねさんって言われた。何ね、え、今なんかすごいなんか言ってる。何、号泣案件もしかして。陰キャは1対1の方が話せる。あー、調べた。そうなんや。でもさ、あの関係値によるよな、めっちゃ。何、あゆちゃんがなんか言ってくれてんねん。配信終わってから強いさん。え、何、怖いんやけど。何何何、分かった、怖いんやけど。何何何何、ガズハートありがとう。そんなとね、ミクチャがあるんですよ、12時半から。みんな来てくれますか。なんとかで飛ぶと、なんて、後ろから目立つ動画に現れました。見てこう見てこう。あずちゃん、あやちゃん挨拶って圧倒されてされたら泣きながら身をカッチする。なんでやねん。先来い先に。ジャックおはよう。リッキーファンレベル10。飼育入りありがとうございます。もたやさんに勝てると 100% 私はごめん。え、あんた風邪ひいたの。一旦みんな見てくるからしばらく一人で待つ。わかった。あ、今もしかしてみんな今見に行ってる。なるほどなるほど。え、何、え、ダメ今見たら。え、逆にさ、逆にさ見させてこれへん。え、ダメ。え、何、お疲れ様です。お疲れ様。めっちゃおはよう。深夜おはよう。一人自身すぎて僕は知らない人大勢はいき、そう、人によるねんな、きっと。え、何、あんま見合う方がいいかな。逆に見合う方がいいかな。何、あれの情報早い案件。えっ、そんな、ほんまや、12分前や。ああ、なるほど。あ、なるほど。あ、なるほど、見てしまいました、すいません。あ、見ちゃった。え、すいません、見ちゃった。え、なるほど。うわー、なるほど。あにゃー。まだでも全然文章読んでないから後で見るわ。いたね。マッセおはよう。あけっちおはよう。見てきて、見ちゃった。ちゃんと笑顔でね、入れるギリ。見ちゃった。あにゃー。あ、なるほど。みんなしっかり見た。あー、なるほど。あにゃ、しょうがないな。でもな、しょうがないやつだねこれはね。あにゃ、感想、あにゃは舐めて、舐めてないよ。いや、そんな変なこと言えないじゃん。いや、え、でもめっちゃおにぎりさんのあのダンス好きやったから、うん、ショックやなとは思うけど、難しいよな。納得に、あにゃん。ノラおはよう。もしもちょっと一瞬だけ、あ、触りだけ読んじゃった。まだ、お疲れ様で、お疲れ様で。よかびっくりした。あにゃん、そう、よく、あや、あにゃんしか言われへんくなる。そうなんや。そうなんや。カンタティおはよう。ホリブおはよう。あれ、そっか、ポリポリ。あにゃん、やばいな。見てしまったら最後映画タイトル。あにゃん。まあこんにちは、今日もかわいい、ありがとう。ついでに俺のツイートも見て、何もツイートしてないんかーい。うわー、寂しいな、寂しいな、これはな、これは俺に、俺のツイートを見て、見れないから、見れないんかーい。なんでなんで、鍵つけた、それを見始めたら終わり。あ、いい、あい、何、なんだっけ、イットやったっけ、
可愛いのアイドルやってます。お茶メンタルパーティーの遠山美和子です。よろしくお願いします。キラおはよう。おはよう。パジャマ可愛い、ありがとう。なんか暑いのにさ、めっちゃさモコモコ着ちゃってさ、めっちゃ暑いからさ、あの冷房つけてるバカなやつ今日あ、イット、イット怖いらしいな。芸人です、ノーアイドルです。誰もいないところで小指ぶつけるぐらい悲しいね。悲しい、このか悲しさはあのずっと心に残っていくんやろうなって。あの意外と僕心臓今キリキリしてるからね。キリそっか、キリキリキリって感じしてる。妙華に行くとき、ペニーワイズの顔、誰誰誰誰誰誰、グルガビロンが伝えると可愛く、可愛い、あ妙華です今日湿気ぐ、え暑いよね、マジでわかる。めっちゃね危ない、見て24度にしてる、暑い。キラハットありがとう。みんなこの後12時半のみくちゃんも来てくれる？まっちゃんこんにちは。調べてみようかな、息、いやなんかほんまにね怖いのダメなの、みんなね、あのね余裕しちゃって思ってるでしょ、みこ本当にダメなの、怖いんだよ。質除湿器くきつっちゃうちょ、うーん弱れへんかった。がっくんおはよう。鍵あか大好き大好き。じゃあ美桜花も鍵にしちゃおうかな。そうそんな君を、君のために病院、あっ病院の手、あの身をキレキレするんですけど、チク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 、そしたら話聞いてくれるかな。12時半からちょうど予定がない。よかったー、アップねー。みくちゃん見ながら外食が、みくちゃん見ながら家で食べるかな。どっちでもいいよ。うっかり褒めたら来月はなし。なんでやねん。みくちゃん、そう、みくちゃん配信します。グループアカウント。てっちおはよう。そろそろみんな言い残した答えもよろしくお願いします。よくとフライングダイナソー乗りたい。おー、ノー。ザメンタルパーティーパープルちゃんと144節、みんなのワンちゃん、遠山妙華ちゃんたち、おめっちゃ知ってる、結構知ってるな、身長まで知ってる、えらいよくん鍵約380個ぐらいあるときで携帯死んでもらえる、380個、何をどこでつぶやくねん。ひめきさんかな、ひめきさんはこんにちは。ホラー映画に出演以来来たらどうぞ。とりあえずみんなを周りに固めるで撮影する、顔抜いてもらってよくんだけなんかいろいろあって別赤でフォローした記憶あるか、鍵かけてもいい、いいんかーいご飯支度しながらみくちゃん見に行く、ありがとうございます。ザルサバおはよう、花花おはよう。ミクちゃん持ってなくてミックマチュチュチュ大好きくらいある、あ結構知ってるの、ミコマキース、ミスパーホラー映画見る、え見たいと思ってるな、あの一瞬だけ見たんですよ、触りだけ見せてもらえて、あのみんなさんが出てるとこだけ、誰かと見たいよな。りゅうくんこんにちは。あもうほんまに赤いやつ飛ばすな、ごめん無理読まれへん、ほんまにりゅうくんガチであの泣く人やから、ほんまにやめとき、みんなほんまにあかんってあかん、怖いよ、ほんまにダメよ、でみんな泣かさんとでな、ほんまにあかんで、邪魔すんで、邪魔してきてなのヘナヘナ、えびょくんバリやばいで、演技バリヘタやで、こんにちは意味わからんことした、短い期間ですがよろしく、短い命ですがって呼んで、そんなってなったら全然生命は長生命は長くあってほしいな。 OTK こんにちは。みくちゃん寝坊、はい遅刻しないように頑張ります。井上さんとまつりさんがさん付けで呼ぶと広島焼きっていう
よって全然いいよ。配信で見て、配信で見て、何を何を、あ、映画、いや誰かと見る、イリア、おはよう。あ、白の壁、白、あ、白いですよ。レコーディングで女優と褒められた、嘘、そうやったっけ。カッター、こんにちは。ニリア、こんにちは。ホラー映画見るときはずっとママをママをママをお前がホラーやって言われそう。昨日久しぶりにお茶パンのライブ、ほんまにありがとうございます、嬉しい。いや、こんにちは。みおくんの得意って、みおくんの得意なものはご飯を食べることです。こいちおはよう、トクラッチョさん、フォローありがとうございます。イチャメンタルパーティーのパープル担当、遠山みおかです。よろしくお願いします。ぼちぼちね、でも終わろうかな。おたくがみんなホラーコスして、いやもう多分泣いてライブしてると思いますわ。パパがこんにちは。ではね、この後すぐにみくちゃんの方に30分から出演させていただきますので、みんなさん、ぜひそのまま遊びに来てくれたら超嬉しいです。そして6月の重要ライブは8日のバシフェスと22日のマーキーさんになっております。皆さんこちらぜひチェックしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。マカロン、おはよう。ユニバのゾンビの格好、いやいや怖い。そもそも僕の6月の予定が曖昧な、あれそう、確定してなかった。しょん。ふうさんかな、こんにちは。今日 TikTok まだ使えたら5人の動画にしようかな。1本バズってる。え、ほんまにいいの、嬉しいよ。それは見に行く。ガラガラ、こんにちは。北海道の懺悔の格好していきたい。死ぬ。どういうこと、カラオケですみたいな、やばいやつやろ。僕のことカラオケって呼んでください、やばいやつ。かな、終わりますね。おはら、おはよう。この後の12時30分からみくちゃんします。ぜひそのまま遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは遠山美穂香でした。おつみよー。